第9弾フィギュアスケート世界一を決めるグランプリファイナル。いやー王子、その頂点に立った羽生結弦。毎回呼び方変わるよね。それも自らの世界最高得点を超える大偉業。涙が止まらない中、実況の音声で羽生結弦の声が聞こえない。そこで実況消して言葉を切り取る。気になるね、かっこいいね。なんと感動的な名言を残していた。その2ヶ月前、グランプリシリーズ初戦でのこと。俺人生で一回も行ったことないわ。この演技直前も何か話しているが実況で聞こえないので消してみる。ザキヤマさんあれ、私がね、なんか似てるなんて言われたことありますよ。大舞台の前でもリラックス。さらに次の試合、この時も自らの世界最高得点を超えグランプリファイナル進出を決めるが、実況消して演技直後の会話を切り取る。あ、来た。これ英語でしょ。でもいい子だ、いい子だ。実況を消すとコーチとの強い絆を示す会話が。さらにその前年のグランプリシリーズ初戦、練習中の接触で大怪我を負った羽生。出場も危ぶまれたが、3週間後の試合でまさかの復活。ショート5位で迎えたフリー。得意のジャンプを次々に失敗。らしくないね。それでもこの時点でトップに立ったが、キスクラでの会話を実況消して切り取る。英語の切り取れるってすごいね。すごいですね。切り取る側のスキルが上がってきてますからね。実況消すとハートも負けん気も強く、コーチとの絆深き羽生結弦の姿が浮かび上がった。これがかっこいいよね。この後ミスター神対応、羽生結弦にまさかのピンチ。ちょっとやばいぞ。この番組はチェンジズフォーザベター、三菱電機と、ミスター神対応羽生結弦、切り取るのは普段見慣れないスーツ姿のネクタイ。ああ、わかった。信成さんがもう、こちらは開会式が始まる前。大好きだから。そうだよね。隣には後輩の宇野、その隣には先輩の小塚が座っている。すると。ネクタイのバランスが悪いと指摘される羽生。慣れてないんだな。いつもは華麗な羽生だが、どうやらネクタイ結びは苦手なよう。そうして結び直すこと20秒。なかなかうまく結べない。あんなにも完璧な羽生がどうしてもうまくいかない。早くしないと開会式が始まってしまう。すると
めた。そしてスタイリストさんがやってくれるやつね。そう、早くこれを締めろと渡されたハリウ、あとは結び目を上げるだけ。普段は見られない様子に後輩たちも興味津々。何でもできちゃうイメージがあるよね。先輩小塚の神対応で事なきを得た羽生だった。去年のグランプリファイナルエキシビション、切り取るのは羽生結弦の華麗なスピンではなく、クイーンの名曲にノリノリの羽生結弦。あ、いいね、こういう羽生さん好きよ。エキシビションの最後はクイーンの名曲 Don't Stop Me Now が流れ、演技した選手全員がリンクを回り観客に挨拶。いや盛り上がるね。するとこちら、羽生結弦にご注目。どこに来んの？いたいたいた。離れましたね。離れましたね。輪から外れちゃったね。選手たちの列から外れていってしまう。アメキシもいる。その様子を別のカメラが捉えていた。どうしたんだ？すげえな。やっぱ羽生カメラがあるんだな。ねえ。あらら、どうした？ギター弾き始めた。観客も周りの選手もびっくりのエアギター。実はこのエアギター披露したのにはこんな理由が。これ小田さんやったら大変なことになるでしょ。こちらはソチオリンピックエキシビション、その年に引退した町田達樹の曲にご注目。好きなんだね、クイーンのこの曲。そう、使用していたのは先ほどと同じクイーンの名曲。そしてこれもしかして、なるほどね、そういうことか。結構ね、羽生くんも人の真似すぐする。先輩の曲がたまたま流れると反応せずにはいられなかった。かつて町田達樹という素晴らしい選手がいたのをみんな覚えているかい。そんな声が聞こえてきそうな羽生のエアギターに見ていた観客も心躍らせた神対応だった。